悲しげに咲く花に君の面影を見た。大好きな雨なのになぜか今日は冷たくて、季節メッサバチで奇跡を生み出す命の芸術家、時代が望んだ天才外科医、ブラックジャック。どうしたピノコ？これ見て、これ本物。あ、っちだよ。あっちの方からラルゴが加えてきたんよ。この先は岩場と海だけど、もしかしたらラルゴ宝物を見つけたのかもしれない。そうかもしれんな。宝物のある場所だ。ああ待って、あたちも行く。ラルゴ全然待って。あ、洞窟真っ暗よのさ。気をつけろ。薄気味悪い。ああ、まだたくさんあるはずだ。本当？こんなにいっぱい。これ全部真珠？拾っていい？ああ。うわあ、なんで？欲を出すから罰が当たったな。まだ何も取ってない。取ったのはラルゴだけよ。ねえチェンチェ、どうしてここにはこんなに真珠があるの？あれは全部私の友達のものなんだ。お友達？ああ、あいつと別れてもう10年になる。彼は海からやってきた。10年前、私はこの南の岬に診療所を建てた。だが、私のこの姿や法外な治療費を請求する噂を聞いて、
診療所には誰一人近寄ろうとしなかった。私は本当に孤独だった。今日も一人の患者も来ずか。何の音だ。下の方だ。あれは。これひどいな。どうしたんだ。何にやられた。相当弱ってるな、お前。おっと、何も取って食おうってんじゃない。安心しろ、私は医者だ。もっとも人間のだがね。こいつは噛み傷だな。同じ哺乳類だ。応急処置くらいはできるだろう。お前はこの町で最初の私の患者だよ。治療費はサービスしとくぜ。それが私と彼の出会いだった。四五日そこで安静にしていろ。そうすればまた泳げるようになるからな。あの日以来、私はなぜかあのシャチのことが気にかかっていた。その二日後、私は再びこの入り江に来てみた。元の海へ戻ったか。おい、まだ無茶をするな。野生動物は傷の治りが早いって聞いたけど本当だな。なんだこれは。は、真珠じゃないか。くれるっていうのか。そうか、お前エチケットをわきまえてるんだな。いただくよ。ありがとう。私には彼が心なしか喜んでいるように思えた。その日から彼との交友が始まった。すみませんが、この魚を少し分けてくれませんか。そいつはクズで捨てるやつだ。魚なら市場行って買い合い。いえ、でもそれで十分なんです。猫にでもやるのかい。ええ、そんなところです。ほら持ってきな。金ならいらねえ。どうも。親父、誰だあいつ。君の悪いやつだな。余計なこと言ってねえで仕事しろ。へいへい。それ。いつの間にか彼に会うのは私の日課になっていた。そんなある日。おい、どうした。彼は再び私の患者になった。お前また怪我をしたのか。今度は打ち身もあるな。岩にぶつけたのか。それとも仲間と喧嘩でもしたか。お前みたいな乱暴者はな、当分入院でもした方がいいんだ。少しくらい痛くても我慢しろ。まったくもう人間相手はやめて獣医に転向するかな。しっかり舵取れ。魚が逃げちまうぞ。やってるよ。口だけは一人前になりやがって。ありゃこないだの。どうした親父。なんでもねえ。ちゃんと前見てろ。さあ済んだぞ。最新だから20万円いただきましょうかね。憑依のいいやつだなお前。負けたよ。私は彼に
トリトンと名を付け、カルテを作成した。そのトリトンのカルテはたちまち増えていった。何しろ彼は10日に1回は怪我をして逃げ込んできたからな。そしてその都度治療費の代わりとなるものを持ってきた。真珠が多かったが、サンゴのこともあり、時には古い金貨のことも。彼と私はいつしか不思議な信頼関係で結ばれていた。いつもすみません。構わねえよ、どうせ捨てちまうんだ。それにしても毎朝豆に来るね。よほどでかい猫なんだな。え？ええ、まあ。よう、組合に顔出してくれよ。シャチ退治の件で話が。俺は行かねえ。代わりに息子が行くさ。親父？参ったな。ところで、さっきの男知り合いなのか？いいよ。ありゃ、最近南の岬に開業した医者だぞ。医者？ああ、腕は立つらしいが、気味悪がって誰も近寄らねえ。医者かよ。おい、おい、トリトン、ちょっと、おい、だなこいつめ。私は何度もトリトンと一緒に泳いだ。そんなある日、彼の仲間に会った。あれは、よう、お前も一緒に遊ぶかい。心配するな。私は気にしていないよ。くそ、またシャチにやられた。仕掛けは食い破る、巨匠は荒らす。まったくとんでもないやつだ。しかも何度追い出してもまた戻ってきやがる。くそ、いや、絆創膏貼ってる姿見たってやつも。バカ言え、シャチが絆創膏なんか貼るか。親父は古いんだ。昔話ばっかして、シャチを野放しにしてる。ん？あんたか。悪いが今日はなしだ。魚は取れんかった。いえ、聞きたいことがありまして。そうか。俺もあんたと話がしたいと思っていたんだ。え？海に出てみないか。どうだい、海の上もいいもんだろう。ええ。ところでシャチは元気かい？なぜそれを。偶然見ちまったのさ。俺たち漁師は昔から奴らとうまく折り合いをつけてきた。奴らが魚を取る、俺たちも魚を取る、互いの生き方を認め合ってきた。海の上でうまく生きてこれたんだ。だがそれも昔の話さ。悪いことは言わねえ。シャチにはもう関わるな。もうすぐ大規模なシャチ退治が始まる。しかしシャチだって海で自由に生きる権利はある。その通りだ。だが俺たちも生きていかなきゃならねえんだ。所詮人間とシャチは住む世界が違うんだ。トリトン、お前漁場荒らしだったんだな。お前の傷は漁師たちにやられたものだったのか。トリトン、大海原へ帰れ。そして二度とここへは戻るな。でなければお前は。さようならトリトン。いつかまた海の彼方で会おう。それからしばらくの間、私は入り江に近づこうとしなかった。その時私はトリトンが大海原へ帰ったと信じていたんだ。
あの事件があるまではな。待て、立ち上がれシャチ野郎。どこだ、どこ行った。スピードを落とせ、エンジンがいかれるぞ。やろう、今日こそ息の根を。船にしがみついて助かったが、親父はシャチの野郎に。バカな、シャチが人間の船を襲うなんて。本当なんだ、俺たちの船が着いた時まだシャチがうろうろしてたんだ。背びれに三日月があるやつだったぜ。なんだって。あの野郎きっと食うつもりだったんだ。こんなことになるならもっと早く息の根を止めてれば。親父はかなり危険な状態です。今の当病院では手を施せる者がおらず。そんな。私が執刀する。親父さんは私が必ず助ける。先生、頼んだぜ。オスミン投与、輸血も。人工心肺の用意急げ。はい。人食いシャチを殺せ。いいか、逃がすんじゃねえぞ。監視。はい。血圧80、拡張器測れません。オスミン投与。はい。術式終了。だが私は忘れられなかった、トリトンのことが。ダメだ、今度ばかりは直せない。そんな目で私を見るな。諦めて帰れ。言ったはずだ、二度と来るなと。翌日もトリトンはやってきた。傷だらけのまま新しい贈り物を持って。私はそれを知りながら見て見ぬふりをした。毎日トリトンが弱っていきながら真珠やサンゴを持ってきた。4つ5つ、日を追うごとに入り江の底の贈り物は増えていった。もうやめてくれ、俺は真珠やサンゴが欲しいんじゃない。直せない、もう直すわけにはいかないんだ。親父、わかるか、俺だ親父。でかい声出すんじゃねえ、このバカ。親父が寝てる間にあのシャチ野郎退治したからよ。何？あの三日月野郎だよ。ああ、三日月のシャチをだと。だって お前なんてこと。確かにあの後海へ沈んだ俺を狙ってシャチが襲ってきた。怪我で体が動かなかった俺はあの時だけはもうダメだと思った。その時だ、背びれに三日月のあるシャチが来てもう一匹を追っ払ってくれた。その上あいつは動けない俺をみんなの船まで運んでくれたんだ。それをおめえは。そんな、じゃあ俺たちが退治したのは。
せよ。トリトン、トリトン、トリトン、まだ生きてる。トリトン、お前を死なせはしない。トリトン、お前が生きていく場所はここではない。今度こそ本当にさようならだ。その後トリトンの姿を見た者はいない。話はこれで終わりだ。人にこんな話するなよ、サイコ。ねえ先生、今は一人ぼっちじゃないわよね。ああ。アウ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 。そうだな。手術料は2000万です。そんなお金。ネクストカルテ、兄ちゃんを返せ。カルテ NG。 ダルタン来た。カットカット奏でてるぞピノコ。